これ漫画だから、それが、ミツルさんの長い妄想、その、そこにある断言ではある。メタルギア、波動流系か、ともかくそれは言ってない。努力すれば不可能、それはないんだ、的な熱意を、女性を落とす、そこに向けてしまった結果として、ゲーム、というものの評価が著しく悪くなった。まともな人は手を出すものじゃない。道理だ、からこそ、それは相変わらず認証として残り、しかし。なら、道理であれば。メタルギア、は外され、そこに、ミツルさんの長い妄想、が入っている、それはいかなる反論があっても、道理、として、それはそこにある、はず。その大前提であれば、メタルギア、もゲームとして楽しめるが、ミツルさんの長い妄想、が前？メタルギア、がその他大勢、である。その変化はしかし、期待されたか。